今日は岐阜県糸抜市の柿を ASMR の機械の横に添えてみました。柿してますか？キノコしてますか？クマしてますか？タンポポ川村です。本日は ASMR 町内耳かき自慢大会に挑戦したいと思います。よろしくお願いします。ピンポンパンポーン、ピンポンパンポーン。皆様お元気でお過ごしでしょうか。本日午後1時30分より町内耳かき自慢大会を開催します。お時間が合う方はぜひ神社の境内にお集まりくださいませ。ピンポンパンポン。どうも、左耳です。どうも、右耳です。皆様、本日は町内耳かき自慢大会にお集まりいただきありがとうございます。お集まりの皆様、ヘッドホンをお耳にお付けになって、そして椅子もしくは地べたにお座りになって、マットレスをお持ちの方は横になって、耳かき自慢大会お楽しみくださいませ。もし心地がいい方がいらっしゃいましたら、ぜひ出てくださいませ。それでは、エントリーナンバー1番の方、どうぞ。1番の方は、3丁目のトメさんです。トメさん、72歳の熟練した耳かきをお楽しみください。どうも、トメでーす。耳かきの方失礼いたします。こちら左耳です。トメは竹一本、竹の耳かき一本でております。よろしくお願いいたします。どうも、左耳から失礼します。
ストリーナンバー1番は3丁目のトメさんでございます。トメさんは熟練した手つきでゆっくりと、それはゆっくりと耳かきを優しくしております。おばあちゃんの耳かき、まさにまさにザ・おばあちゃんの耳かきでございます。今日も一日頑張ったなぁ。本当にお疲れ様でした。耳きれいきれいしてあげるからね。たまにはうちにおいでなぁ。縁側でせんべい食べようなぁ。渋いお茶も春さかいにな。おっと、三丁目のトメさんは縁側で茶菓子を一緒に食べる、お誘いもしてくれる優しい優しい耳かきだ。実況中継の私もなんだかうとうとしてまいりました。トメさんの優しい耳かき、もうしばらくお楽しみくださいませ。おっと、この後は梵天に入れそうだ。梵天だ。指耳かきの仕上げに入った。さあ、残り10秒だ。8、7、6、5、4、3、2、パー。トメさん、どうもありがとうございました。わしゃ満足じゃぞ。みんなお疲れ様じゃ。さあ、トメさんの耳かきで癒されましたでしょうか。さあ、エントリーナンバー2番7丁目のたくさんです。たくさんは力仕事が得意な大男でございます。そんなたくさんの力強い耳かき、とくとお楽しみくださいませ。お、どうも、たくです。これから耳かきやりたいと思います。どうもどうも、どうもタクです。はい、まずは左耳、そしてこちらは右耳。どうもタクです。まずはホコリっぽいね、ブラシで耳クソをのけていきたいと思います。タクです。力はあるけど優しくやりたいと思います。
タクです。情報も織り込みつつ、町内耳かき自慢大会は進みます。ほのぼのとした自慢大会、いいですね。まだまだ耳かき我こそはという方は募集しておりますので、並んでくださいね。綺麗になりました。ありがとうございました。7丁目のたくさん、ありがとうございました。それでは一回お耳の方リセットします。はい、それではエントリーナンバー3番、4丁目のしずこちゃん、お願いいたします。どうも、しずこです。耳かきはまだ犬のペペの耳かきしかしたことありませんが、頑張ります。ペペだと思って頑張ります。わあ、それはちょっとドキドキですね。それではお願いします。どうも、左耳からいきます。ペペの耳だと思ってます。ペペどう？気持ちいい？ペペ、すごい耳垢が溜まってるね。
ては竹の耳かきのがいいみたいだね。溜まってるね。よかったね。取れてるよ、ペペ。しずこちゃんはとっても夢中になって無心になって耳かきをしている。ペペもすごく気持ちよさそうだ。頑張れしずこちゃん。途中ペペの耳かきに変えたしずこちゃんはとっても楽しそうに耳かきをしているよ。虫になって指で直接耳をきれいにしている愛情の塊で、さあしずこちゃんが今日に降ってきた。そろそろ終わると思われますか。どうでしょうか。しずこちゃんの耳かきが終わった。どうもありがとうございました。そして次にやってきたのはエントリーナンバー4番4丁目の川村です。はい、私も参加します。よろしくお願いします。どうも左耳です。どうも右耳です。それでは失礼します皆さん今日もお疲れ様です。毎日本当にお疲れ様です。おっと、3丁目4丁目の川村はまずは癒しのボイスで攻めている。みんな本当お疲れ様です。指で取れるとこまで取っちゃいますね。ちょっとクマに確認してもらいます。まだ汚いです。
ので、コロコロした耳くそを取っていくぞ。コロコロしてるぞ。疲れてるな。もっともっとゆっくり眠れますように。コロコロしたの取ってきます。ここで3丁目だか4丁目だかわからない川村は2丁目の川村だとわかりました。皆さん失礼しました。2丁目の川村さんです。どうもすいません。どうも2丁目です。よろしくお願いします。みんなは何丁目ですか？よく撮れてますよ。ほんと毎日毎日お疲れ様です。ゆっくりゆっくり眠れますように。フィニッシュでーす。さあ、ありがとうございました。おっと、ここでエントリーナンバー5番の方が急遽参加されることになった。え、なんと女優の桃井かおりさんです。どうも、ももえです。突然の参加すいません。そうくんな？私、耳かきがすごい好きなわけ。女優は耳くそがたまらないんだけど、私はほじるのは好きなわけ。失礼します。じゃあこっちが左耳ね。すごくいいじゃない。そしてこっちが右耳ね。いいじゃない。私はさ、昭和の女だからさ、竹のさ、耳かきでやろうと思ってるわけ。懐かしいわ。どうなの？ね、どうなの？どうなの？わかってる？いい感じなの？その辺教えてほしいわけ。耳かきってさ、みんなはさ、週にどんくらいやんの？ももいはね、秘密、女優だから。みんなの回数は知りたいけど、すごいそこは秘密なわけ。すごい綺麗じゃない。こういうのもね、あんまり取りすぎない方がいいと思うわけ、ももいは。だからね、サクッとやってサクッと終わる、そのぐらいがいいって思ってんの。今日はね、ロスから帰ってきたから急に参加しちゃったの。ありがとね。すごい、ちょっと残しとくぐらいがいいと思うから、こんぐらいで終わりにしとくわ。ありがとな。やっほー。さあ、桃井さん、ありがとうございました。エントリーナンバー1番から5番まで、皆さんいかがだったでしょうか。とめさんからたくさん、しずこちゃんに川村に、そして最後は桃井かおりさんまで。皆さんはエントリーナンバー何番の耳かきがお好みですか。もしよかったらアンケートをコメント欄にお願いいたします。皆さんのご参加もお待ちしております。それでは、寝ている方はそのままお眠りください。お家に帰れる方はお家にお帰りください。ピンポンパンポン、町内
みみみかき自慢大会をこれにて終了いたします。ピンポピンパンピンポンパンポン、ありがとうございました。